亀谷隆正の鉄道の教室。それでは今回はミルクマに対する亀谷さんの見解を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではまずは、中山記念を解消したダノンキングイー。そうですね、これもダービーで本命にしたように、負けてしまいましたが、僕のね3番手の前に負けてはしまいましたが、ディープインパクトにアメリカですよ。もうこれ主流血統ですよね。はい、これも血統という意味では資格はないです。ただその条件に合っている馬がその能力を出せればっていう話ですからね。ダノンキングリーの場合は必ず本番で走って、トライアルで強すぎて本番でこけるということの繰り返しですから、反動が出やすいんですよね。で、調教師も萩原先生なんですけど、萩原先生自体がやっぱ東京の直線スピード勝負がベストで、で休み明けの東京の直線、休み明けの東京っていうのが萩原先生はベストなんですよ。逆に言えば叩き2戦目とか東京とはちょっと違うコースっていうのは原点なんですけど、阪神のね、去年のような阪神だと東京の直線スピードよりも道中のスピ持続スピードの方が比率が上がるので、中山記念はね直線結構切れたんですけど、その直線の速さっていうのが要求されないところもあんまりどうかなとも思いますし、それでもな、やっぱり前走ぐらいを出し切れるのかっていうのはね、ちょっとそっちの方が心配ですね。はい、わかりました。続きまして、アメリカジョッキークラブカップを制したブラストワンピース。はい、これは去年も人気で消えましたよね。合わないって言ったと思うんですけど、この条件はですから、ハービンジャーにダンスインザダークですから、ハービンジャーの地点でもうアメリカ的な速さでもなければミスプロでもないわけですから、これがこのレースに関しては良くないんですよね。有馬記念にはいいから、有馬記念では勝った時の有馬記念では本命にしましたけど、そういうちょっとぴったりではないですね。他にぴったりのもいますしね。はい、ちなみに亀谷さんがいつもおっしゃられている、ブラストワンピースは短縮の方が強いという話でいうと、今回の買い時なのかなっていう視点もあるかな。そこ自体は買い時ですけどね。ただ短縮でさせる馬場がベストですからね。ただ今言ったようにやっぱりディープにアメリカっていう血統にとかに比べると速さで勝てないですからね。そこはあると思いますよ。ローテーションは合ってるけど舞台適性はあまり。そうです。はい、ダノンキングリーは舞台適性は合ってるけどローテーションに疑問があるっていう。なるほど。はい、じゃあ次が、京都記念を圧勝したクロノジェネシス。そうっすね、この馬は秋華賞で本命にして、エリザベス女王杯で危ない馬に指名したんですけど、エリザベス女王杯で危ないのは反動が出そうなことと、非根幹がどうかなと思ったんですけど、ただやっぱ馬後に、お母さんは早いんですよね。お母さんはアメリカ血統でお父さんが馬後なんですけど、この馬後の重しっていうか重い重厚な部分ね、これはメンバー相対的に見るとちょっとスピード負けするかなっていうとこはありますよね。内枠引けばなんとかできるのかなと思う。内枠と馬場状態と枠順次第では、内有利でちょっと上がりがかかるタフな馬場になれば、根幹距離のタフな馬場が得意ですから、そうなればいいなとは思いますけど、スピード要求されるときつい。他の主流血統に比べると主流の直線スピードみたいなになると、ちょっと相対的に不利かなと、それは思いますけどね。はい、この動画最後、昨年のエリザベス女王杯の優勝はラッキーライダー。はい、オルフェーブルですよね、お父さんが。オルフェーブルっていうのはもう根幹距離に強いんですよ。いわゆる戦力2400m に、で根幹距離に強いサンデーサイレンスであるということですね。もうここはディープインパクトとかと同じですね。オルフェーブルの方がもう少しスタミナ勝負に強いですけど、サンデーの主流サンデー系ですから、そこは満たすと。では母父に速さがあればこのレースの条件を満たすわけじゃないですか。母の父はミスプロ系で血統タイプが米国型ですから、お母さんはアメリカの速さがありますから、血統的にはぴったりですし、前哨戦を使っているというのもいいですね。だからこの条件は合うと思いますね。でこの馬自体も内枠の方がいいでしょうね。はい、ではまとめをお願いします。そうですね、
まあ、やっぱこのレースも去年ね、あの結局内容が上位独占しましたから、まあ、枠っていうのもすごく大事になると思いますね、うん、まあ、枠はねこれ取ってるところじゃ当てれないですからね、まあ、枠が分かったから当たるのかって言われても、まあ、自信はないですけどあの、まあ、その辺も一つね決闘の見解というのは一つ参考にしてもらえればと思いますね。あと去年のねアルアインについてはあれなんですよね、ディープは燃え尽きるっておっしゃってる、ね、自分で言ってますけどディープは燃え尽きるって自分で言ってますけどこのアルアインは燃え尽きないってレース前に言いましたから、まあその秘密をまたねあのおいおい語れればと思いますけど、まあそんなところでどうでしょうか。わかりました、はい、それでは、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。